日本パルプ工業株式会社は、かつて存在した、製紙会社である、王子製紙日南工場、米子工場の前身にあたる、1937年設立、1979年に王子製紙に合併された。略称は、ヒパ。日本パルプ工業は1937年6月、0ン用パルプの生産を目的に設立された。 帯びすの間伐材のパルプ化を起業化したもので、工場用地は、帯びの産地である宮崎県南部の南中郡割れた村が選ばれた。翌1938年11月に工場が創業を開始する。ところが、創業開始直後から、帯びでは良質な人権パルプが製造できないという問題に直面し、早くも経営に行き詰まった。そこで、日本パルプ工業は、 当時の最大手製紙会社であった王子製紙に経営支援を仰いだ。王子製紙は株式の過半数を取得、日本パルプ工業を冒険会社とし、経営、技術支援を開始した。社長は王子製紙社長の高島菊次郎が兼任した。また、大阪の曽根崎にあった本社は、東京の日比谷にあった王子製紙本社内に移転した。王子製紙が支援した結果、 工場の創業は軌道に乗った。太平洋戦争の末期にあたる1945年3月から8月の終戦までの間に、工場は計7回にわたって空襲の被害にあった。特に終戦直前の最後の空襲では、工場施設が大破した。復旧したのは、終戦3ヶ月後の1945年11月である。この直後の1946年1月。 財閥解体政策の一環として、親会社王子製紙と日本パルプ工業を含む、合計会社は、制限会社に指定され、王子製紙の傘下から離れた。その後王子製紙は1949年に、過度経済力集中排除法を適用されて、解体されている。王子製紙から独立した直後の1946年3月、正式を設置し、用紙の生産を始めた。 上質紙を中心に生産していくが、この頃重点を置いていたのは、パルプの生産であった。1952年11月、人権、製紙用サラシクラフトパルプの生産工場として、鳥取県米子市に米子工場を新設した。パルプから、用紙生産へと軸足を移し始めるのは1950年代末からで、ある。1961年に、アメリカの製紙会社と提携。 渡航士に関する技術を導入した。1962年12月には、米子工場に渡航士工場が完成、アート紙や高都紙の生産を開始した。続いて1963年から日南工場でコピー用紙をはじめとする情報用紙の生産を開始、粘着紙、薄利紙にも進出し、製品の高付加価値化を推進した。米子工場でも、 中越パルプ工業との提携により1974年から高級白板紙の生産を開始した。製紙部門の強化の結果、徐々に外販用パルプの部門は縮小していき、1973年に設立目的であった繊維用パルプの生産を終了。1977年には外販製紙用パルプの生産も終了した。製紙各社の大まかな 合併図高級白板紙進出に際して、旧王子製紙の後継会社である王子製紙と共同出資するなど、両者の協調関係が存在していたが、オイルショック後に企業体質強化が寄給された結果、両者は合併へと至った。王子製紙の主力製品は低負荷価値品、日本パルプ工業の主力製品は高負荷価値品であって、製品のバランスが取れること。 工場配置が全国的になって生産の合理化が可能といった点を合併の利点として挙げている。1979年3月に合併は実行され、王子製紙が存続会社となったために本パルプ工業は解散して消滅した。ありがとうございます。